足利氏。足利氏は、日本の武家の一つの軍事貴族。本姓は源氏。家系は、聖和天皇、聖和源氏の一族の川内源氏の流れを組み、鎌倉幕府においては御家人であると同時に、将軍家一門たる古門用地にあった。室町時代には、着流が、足利将軍家として、天下人となった。藤原秀里の子孫の藤原聖足利氏。 富士聖足利氏に対して、原生足利氏という場合がある。通字は、義、義、足利将軍家ほか、または、氏、氏、鎌倉時代の歴代当主及び、鎌倉久保、古学久保家など。平安時代に、川内源氏の同僚、源、義家、八幡太郎義家の四男、源、義国、足利氏部大部は、下屋国足利僧。 栃木県足利市を漁して、本願都市、次男、源義康以降の子孫が、足利市を称する。新田市とは、同祖の関係である。吉国の次男、源義康、足利義康は、芝上皇の北面武士となり、高原の乱においても、平の清盛、源義朝と共に戦う。藤原富則の娘、実は、富則長男。 のりただの娘イコールみなもと、よりともの母の名を妻にしている。その子、足利義兼は自称四年、1180年の、みなもとのよりとも挙兵に参加して、自称、樹英の乱、欧州合戦などに参加し、鎌倉幕府の有力御家人としての地位を得、御門用として、源氏将軍家の一門的地位にあ、足利義子のことと思われるが、数さ、 三河の守護職を務める。また、細川氏、市、芝氏、渋川氏、一色氏、小又氏、畠山氏、吉良氏、今川氏、二木氏、上野氏、戸崎氏などの所流を分出し、一族は全国に広がった。源氏将軍家滅亡後も、北条氏とは婚姻や偏記を通じて、良好な従属関係を維持してきた、皇術が第四代当主、足利安氏,氏は、 鎌倉幕府に無断で自由執権。一説では、謀反の疑いがあったとされるが審議は不明である。引退し、第五代当主、足利頼氏と、上杉重房の娘の間に生まれた第六代当主、足利家時は下月騒動に関連して自害したと言われている。一方で、家時の死は、北条と木村への巡視によって、北条氏からの災疑を回避する要素があり。 その結果、幕府滅亡直前まで、足利氏は、北条氏の信頼を受けたとする見方もある。第七代当主、足利貞氏は正室である、北条一族の金沢武氏の娘、釈迦道殿との間に、長男、足利高義を儲けたが、高義は創生したため、上杉重房の子、頼重の娘、上杉清子との間に儲けた、足利高氏,氏、死が、足利氏。 第八代当史を継いだ、現在の研究では、佐田氏高吉、佐田氏、復帰高氏と継承されたと考えられているが、高吉は歴代には数えられない。清子との間には、高義と並んで、両将軍と呼ばれた、足利忠義も設けている。高義は、昭教二年、1333年に、五代醐天皇の挙兵に応じて、鎌倉幕府を倒す功績を挙げた。 そもそも祖先の源義国は、源氏の源義家の子ではあるが傍流に過ぎなかった。孫の義兼と源頼朝が、遠赤関係にあって重低であったこともあり、義兼は、早くから幕府に出資、その血縁もあって、頼朝の声がかりで、北条時政の娘を妻にして、以来、前半は、北条特捜家と、幕政後半は、 北条氏の所流でも有力な一族と、幕府に近い北条氏との遠石関係が、幕末まで続いた。また、官位などの面においても、足利氏当主の昇進は、北条氏徳宗家の次に早く、後に、北条氏、諸家並みになるものの、それも彼らの昇進が早くなったことによるもので、足利氏の価格の下落によるものではなく、依然として、北条氏以外のご家人との比較では他に軍を、 抜いていてたまた、足利氏は平時においては、鎌倉殿、将軍への思考を、戦時には、源氏の文様として、軍勢を率いることで奉仕した家柄であった。特に、北条氏にとっても重大な危機であった、上級の乱で、足利義氏が、北条康時、北条時房を補佐する一軍の将であったことは、北条氏にとっても、加齢として認識され、 足利氏を排除する意図を抑制することになった。その結果、源氏将軍断絶の後、有力御家人にして、源氏の有力な一流とみなされるようになっていた。そのため、幕末の五代醐天皇の挙兵に際して、足利氏の奇数が大きな影響を与えた。鎌倉期の着流下の歴代当主の意味名は、北条氏特捜家当主の変紀通理時の氏で構成されており、 具体的には、大使が、外祖父のを城康時、頼氏が北条時より、貞氏が北条貞時、貞氏の三人の息子、高吉、孔子、高国が北条高時からそれぞれ返記を受けた。また、吉兼が頼朝の妻、北条政子の同母妹である、北条時子を妻に迎えたのをはじめとして、代々北条氏と遠石関係を結んでいた。 具体的には、吉氏は、北条康時の娘を、太氏は、北条時氏の娘を、寄氏は、北条時森の娘を、家時,は,時は、北条時持の娘を、定氏は、金沢武氏の娘、釈迦道殿を、孔氏は、赤橋久氏の娘、高子を、それぞれ正室に迎えた。このように、足利氏の歴代当主は、代々北条氏一門の女性を正室に迎え、 その間に生まれた子が着子となり、たとえその子より年長の子、兄が何人あっても、彼らは皆諸子として扱われ、家を継ぐことができないという決まりがあったが、正室、北条と守森の娘が子を産む前に創生した、頼氏の後は、その諸子であった、家時、貞氏の父、母は、上杉重房の娘が家督を継いだ。家時に、主がつかないのはこのためであるようだが、代わりに用いられた。 字の字は、北条氏の通字であり、やはり、北条氏から返記を受けたものであるとられる。佐田氏、家時のこの長男、足利高義の名にも、字が用いられておらず、二文字目に、姓は源氏の通字である。義の字が使われている背景には、この当時の足利氏と、北条特捜家の良好な関係の象徴であり、特捜家が、足利氏の将軍及び、特捜家への忠説と引き換えに、 現時着流として認められたとする見方がある、文様。しかしこの高吉も創生したので、家時の時と同じように、諸子であった次男の講師、高氏が、最終的に足利宗家を継いだのである。ちなみに、太子の父、吉氏の義の字に関しても、同様の考えで、北条吉時から賜ったと考えることもできなくは、ないが、 それについては現状の研究では言及されておらず、ひとまずは前日のせは現時より続く、吉島での足利氏の通じとみなすのが良いと思われる。高氏は、当初、五代醐天皇の兼務の申請に参加したが、中仙台の乱を機に、兼務の申請から離反した後、光明天皇から誠位大将軍に任じられ、京都に室町幕府を開いた。高氏は所流である書士を、 諸国の死後などの養殖に任じている。諸流の中でも、木ラ氏、柴市、畠山市などは、歴代足利宗総家当主の諸兄に襲とし、総家から独立した鎌倉幕府の御家人として、認められて、任官もしており、足利カガ総家は彼らに対して、未だ着流としての地位を十分に確立できて、いなかった。南北朝の道乱下にあって、急激に力を持つに至ったアシ一族は、 必ずしも、宗家当主、高氏、吉明の意向に忠実とは言えず、宗家に対する反乱や難聴への離反などが相次いだ。高氏は、性質諸生で創生した、足利高義の諸径で、本来、足利宗家の家徳を継承する立場になかった、という上述の事情も存在した。足利一族の一人である、今川定世が、南太平記の中で、祖父、今川も当時、 今川氏二代目当主以前の歴史を十分に知らないことを告白するとともに、幕府成立後も一族内に高氏の系統を、宗家、着流であることを認めない者がいたことや今川氏が、他の諸流と違って宗家に中であったことを主張している。このような状況において、室町幕府は常に、存亡の危機に立たされたが、その度に乗り越え、高氏の孫であり、第三代将軍、 足利義満の時代になって南北朝合一を達成することとなる。足利義満は明徳の乱、王英の乱などで有力守護大名を挑発しては討伐してその勢力を削減し中国の明朝から日本国王として作法を受けて天皇に迫る権威を確立するなどして幕府の安定化と前世紀を築き上げた。しかし義満が死去すると次第に 将軍権力の弱体化、守護大名の台頭が顕著になっていく。第六代将軍、足利義則は父、義満の政治路線を受け継いで将軍権力の強化を行ったが、そのあまりに強硬的なやり方は、周囲の反発を招き、下吉の乱で暗殺されるに至って、ついに将軍権力の衰退と権威の失墜が露呈する結果となった。第八代将軍、 足利義政の時代には、後継問題などをめぐって、応人の乱が発生し、室町幕府は京都だけを支配する一地方政権に転落した。第10代将軍、足利義政は官僚の細川正元によって、将軍職を割れ、明王の政変、以後の将軍は実権を奪われて、名目的存在となり、有力大名の指示なくしては、将軍の小さえ保てなくなった。 その後、足利将軍家では、将軍の若地になども、相次ぎ、第13代将軍、足利義輝の時代にわずかに、将軍権力が復興される兆しもあったものの、A68 年、1565年5月に、三好三人集らによって、暗殺、六の変されてしまい、将軍は、有名無実化した。なお、義照暗殺後の3年間、室町幕府では、 将軍空位の時代が続き、一時的に幕府は消滅している万所などの官僚機構は存在していた。吉輝の辞典、足利義明は A61 年1568年に織田信長に要されて上落し、第15代将軍となった。この時、14代将軍であった義秀は阿波に逃れた。彼の系統は平島久保家と呼ばれる。 やがて将軍の義明は、信長と対立した元気四年、1573年に、京都を追放、牧東城の戦いされ、ビンゴに移り、室町幕府は終焉を迎えた。なお、苦行部人は、天正十六年、1588年に、豊臣政権が確立し、足利義明が京都で出家するまでは、将軍職にあったと記録している。義明の子。 木広の男子はすべて出家し、足利将軍家の直径は絶景した。なお、吉明の子あるいは孫と伝承される人物に、一式吉高氏や長山義有がいるが、その出自を証明する明確な証拠は、現在のところな。高氏の子で、関東支配のために父によって派遣された鎌倉久保を、足利元氏は、鎌倉を中心として、関東を支配した。しかし、 元氏の死後、その子孫は、京都の室町幕府将軍家と対立、構想を繰り返し、ついに第四代久保、足利持氏に至っては、第六代将軍、足利義則と衝突する事態に至った、影響の乱。この戦いに敗れた持氏は、義則の命令で自害を余儀なくされ、鎌倉久保家は滅亡した。しかし、義則の死後、義則によって除名されていた。 持ちの抜し、足利重氏が足利義政より最高を許されて、第五代鎌倉久保となった。しかし重氏は、関東管領の上杉氏と対立し、鎌倉を放棄して、下佐古川に移って、小学坊と称した。重氏の死後、小学坊家では、内紛が相次いで衰退し、第五代久保、足利義氏が天正11年、 1583年死去すると、小学坊家は断絶した。なお、足利義政の弟、足利政友から始まる堀越久保家は、第二代久保、足利茶々丸の時代に、北条早雲によって滅ぼされた。第二代小学坊である、足利政氏の次男、足利義明から始まる小弓久保家も分7年、1538年に、北条氏綱によって滅ぼされた。 こうして、戦国時代までに、関東足利氏は、政治の表舞台からことごとく姿を消すこととなる。しかし、吉明の孫、足利国朝は、室町幕府滅亡後、天下人となった、豊臣秀吉に、関東久保の足利氏最高を許されて、足利義氏の娘と結婚した上で、下野家吉利川に領地を与えられた。後に、吉祢川氏に改め、その子孫は、 江戸時代には、六高五千国ながら十万国格の国主、大名大イの家として存続し、明治後足利氏に服した。あ、き川家足利家は当主であった、足利厚志氏の死後、厚志氏の老いの足利公平が継いだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。